こんにちは、七代家の怪談師七代です。というわけで本日はなんとうちのチャンネルに新メンバーがやってまいります。早速ですけれども、うちのチャンネルの新メンバーをお呼びしようと思います。阿部の一さんです。よろしくお願いします。はじめまして、よろしくお願いします。はい、メンバーがね、新しく加わるということでございまして、はい、ちょっといろいろと聞けたらなと思ってましてですけど、はい、どういう経緯で七代家のチャンネルにこう新しくね、阿部の一さんを加えよう、まあ、七代から今回なんですけど、はい、なんでかっていう話をちょっと軽くするとですね、うちのチャンネルはね、いろんな方がいるわけじゃないですか。個性的なネタも、まあ、知ってくれてると思いますけども、いや、知りますね。漁師をしている方だったりとか、幽霊がポップに見える方だったりとか、幽霊だったりとかまあ、いろいろいらっしゃいますけども、晩酌会談っていうライブ配信をやってる時に、はい、結構文化的な話が多かったんですよ、うんうん、なんかみんな結構文化の素養があるというかね、うん、神社とかの歴史だったりとか、はい、いろんなことに興味持ってる人が多くって、はい、なんかそういう文化的なものに興味がある視聴者さんが多いんだったら、なんかよりそういうのを掘り下げていけるようなメンバーがいたら面白くなるかもなと思いまして、かねてからの友人であった、アメノリさんにある時ね、酒を飲みながら、うちのチャンネル入るって聞いたら、いいんすかってめちゃめちゃ二つ返事で OK 出していただいたという感じのね、経緯がございますと。というわけでございまして、こちらのアメノリさんにはもう1年以上かな、出してなかったハイハイ散歩シリーズっていうね、まあ、廃墟とかを巡るシリーズがあるんですけど、はい、そちらのシリーズでいろいろと下調べをしてもらったりとか、実際巡ったりとか一緒にできたらなというふうに思っておりますと。その他他にもいろいろとなんかね、面白い企画とかで、まあ、一緒に挑戦できたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、何かあります？言ってこと。突然の無茶ぶり、突然の無茶ぶりを始めるんですけど。そうですね、もともとホラーも結構好きで参加させてもらってるので、うん、皆さんね、多分これ見てらっしゃる方相当お詳しかったりとかホラーが好きな方多いと思うので、うん、まあ、そちらの方を文化的にこうね、補足してこう七代さんを支えていくという感じの役回りになると思いますので、うん、ぜひ皆さんお手柔らかになんでそんな笑ってんの何笑っとんねん何笑ってんねん、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、あ、そうですね、なんかホラーの話出ましたけど、アメノリさんはどんなものが好きなんですか、ホラー。うん、そう、結構その怪談話ってそのなんか、うん、俺の先輩がなんか心霊スポット行ってさみたいな、妖怪的なもので追っかけられてさみたいな話多いじゃないですか。なんか、まあ、もちろんそういう友達の先輩から聞いたんだけどさみたいな怪談話も好きなんですけど、うん、はいはい、もうちょっとこうじんわり怖いようなオチがついてないリアリティのある話の方が、まあ、具体的にはそういう方が好きかなっていう。なんか実話っぽいっていうか、そう、すごくリアリティのある話の方が好きです。はいはい、怪談は好きだったり、うん、はいはい、なんか例えば他のなんかホラーのなんかいろいろあるじゃないですか、うん、映画だったりとか、はいはいはい、小説やったりとか、うん、なんか例えばどんなものが好きとかあったりするんですか。そうですね、なんかだからその、うん、作られたものっていうよりは結構その現実に即したものの方が好きなんで、うん、なんか伝承と か、 なんかそっちの方面の不気味な話が好きかな。多分もう名前ね、さっき出てたと思うんですけど、アメノイチの上のところにネオ民族学オタクっていう感じのね、はい、なんていうのサブネーム的なやつが出てたかなと思うんですけど、うん、あれもまんまそうっすよね。まんまですねちなみに何がネオなんですか。それなんか七代さんにもすごい詰められて詰めてない、詰め何にスマホに引き上げるサブネームというか、あれなんて言うんでしたっけ、キャッチコピー、キャッチコピー、そう、うん、それを決めるときにその、はい、私が提案したのネオ民族学オタクでお願いしますって提案したんですけど、ね、うん、何どこら辺がネオなんですかちなみにって面接官のじゃじゃじゃ初登場でいきなりなんかあれじゃない、見学になりそうなことを言ってくやっていただければ、仲良くやらせていただいて、はいはいはい、で、私どこら辺がネオって言ったっけ聞いたけどあんまり覚えてもいなかったなっていうのは見た目ああでもそうだね、そう、民族学とか調べたり語ったりする人ってあれですよ、偏見というかイメージですけど、うん、博識そうなおじさんとか、あ、なんかそう、ね、そう昔話が得意そうなおばあちゃんとかじゃないですか、うん、どっちでもないっていうか、まあ、なんかこのオレンジ色になんかこうわけのわかんないマークが入ってる T シャツ着てる人間みたいなのが出てくるとはまあ誰も思ってないだろうな、ね、研究者っぽくないんで、全然っぽくないじゃないですか。でもザイヤの研究者みたいな感じのところはね、そうですね、本当に個人的に好きで、うん、かなりいろんなこと詳しいんですよ、まあ、伝承系だったりとか、まあ、どういう土地にどんなことがあったとか、はいはい、そういう調べたりするの好きなのみたいな、ね、大好きですね。まあ、なんかちょっと今後の動画とかもうすでに撮った動画もあるんですけど、うん、その中でもいろいろ調べてくれてちょっとびっくりしたんですけどっていうちょっとまあギャップがありますね。そうですね、パッと見と
なんかその中のところとか、はいはい、まあ、結構まあギャップがあるかなと思いますね、うん、そういう面も今後動画出していく中で多分いろいろ見えてくるかなと思いますので、はい、ぜひぜひこれから七種類の網の位置をよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。というわけでございまして、実はですね、今ここ2人だけで映ってるように見えるんですけど、ちょこちょこ声入ったり拍手の音入ったりもしてると思うので、多分気づいてると思うんですけど、全員集合してます。はい、めちゃくちゃ入ってる。そんな感じでございましてね、実は後ろにヒロシもね、はい、いますので、なんとこれ七種県新メンバー込み全員集合っていう今状況でございますと。よいしょ。はい、いやもうこれはね、すごいことですよ本当に。2年3年でずっとねこのチャンネルやってくる中で、全員が揃った機会っていうのがちょっと前にあったライブ配信のヒロシと一緒にチンジャオロース食べましょうの時に初めて雨のうちが全員揃って、そこからの今ようやく新メンバー含めて全員揃うんだけど、次揃うのがもう七夕ぐらいの頻度なんじゃないかっていうね、説がねあるので、せっかくなんでね、まあ、一応今回は新メンバー紹介って感じで動画撮ってるんですけど、次の動画また続けてこのメンバーでちょっといろいろと、まあ、企画というかもうなんかね やりたことは決まってるんですけど、の前見せにしてちょっと調子に乗ってた方がいらっしゃるんですけど、ヒロシのせいにするな。まあちょっと今ね、くまこさん調子乗ってましたけど、ハモケラルというよ、調子乗ってましたけど、くまこさんに例えばね、みんなの背後で誰がいるんですかっていうのを聞いてみたいなと。はい、気になるもんね。気になりますわ。そうね、気になりますね。でもなんかずっと気になってたけど、聞いちゃいけないのかなってずっと思ってたから、あんまりなんかこうズケズケと答えたくない可能性もあるし、言わないでいてくれてる方もある、ね、なんか恐ろしいものとかいたりもしてね、そうなんです。だからもしかするとなんかね、いろいろいる可能性もあるというところで、もうなんかすでにいるわって顔してるけど、まあそんな感じのことを次の動画でちょっとやっていこうと思いますので、今回新メンバーの雨のうち迎えましたので、これからも七種楽しみだという方はよかったらこの動画にいいねボタンをお願いします。そしてチャンネル登録もね、まだの方はよかったらぜひぜひこれを機にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、それじゃまたね。